ありがとうございました、エンディングのような雰囲気流れちゃいましたけども、では今から、僕の相方がおりまして、矢部市の方から駆けつけてくださいました、笛歌いりょうさんという方と一緒に、何曲かお届けしたいと思います、もう本当に同じ篠笛を愛する、仲間